物も含めてみんな無事だ。はい、一時はどうなることかと思った。大急ぎで参道を降りたから足が痛いよ。しおりん、足の裏とか揉んでくれる？優しくね。はい、りんちゃんってたまにおばあちゃんみたいですよね。甘やかさなくてもいいわよ、しおりちゃん。りんちゃんたら途中からもう歩けないってだだこねたから、私が抱っこで運んであげたんだから。まったくもう、ちょっとは首相になったかと思ったのに、りんちゃんはりんちゃんね。すっかりいつものりんちゃんに戻っちゃったわ。りんちゃんが真面目だと不気味なので、私はいつものりんちゃんの方が見ていて安心します。はは、そうでしょそうでしょ、もっと褒めてもいいよ。別に褒めてはいませんけど、でも良かったです。ほとんど怪我人もいないぐらいでしたから。エリザベスパークの建物は悲惨な状態でしたけど、建物ぐらいいくらでも修復できるべ。魔物の襲撃は保険が適用されるしな。むしろ建て直しができると考えたら得した気分だべさ。まひるさんはたくましいですね。尊敬します。いやでもみんなにおっかねえ思いをさせちまったな。こんなのはもう二度とごめんだべ。何だったんだべあの魔物たちの大暴れは。ちょっと尋常じゃなかったど。ナイトメアの人たちが調査してくれるって話でしたけどね。大勢で助けに来てここまで私たちを護衛してくれましたし、ナイトメアはビーストへの当たりが厳しいのでちょっと苦手だったんですけど、見直しました。いい人たちなのかもしれませんね。どうだか、騒ぎに気づいて駆けつけてきたにしてはやけに準備万端って感じで迅速に行動してたし、なんかきな臭い気がするな。私たちに何か文句でもあるのかな、エリザベスパークの皆さん。別に護衛してくれてあんがとね。でも私ら今日はどこで寝ればいいの？宿とか手配してくれないの？人間やビーストならともかく動物もたくさんいるからね。すぐには住まいも用意できない。今日のところは野営してほしい。テントなどの必要物資や食事などはできる限り用意するから。そりゃ助かるべ。くたくただしさっさと寝床に入って休みたい。あんたはナイトメアのともちゃんだったか。まだ子供なのに夜中まで働いて偉い。それが職務なので。失礼だけどあなた私より年上なのかな。何か子供扱いされて変な気分なんだけど。オラは二十歳だ。それより良い子は寝る時間だべさ。そっちの子も眠そうにしてるし、オラたちは大丈夫だから、あんたらも帰って休むといい。大丈夫っす。寝てないっす。寝ててもいいよ、まつりちゃん。うんうん、自分もナイトメアの一位っすから。先輩を差し置いて休むわけにもいかないっす。おっす。その子もナイトメアだべか。人手不足だとは聞いてたけど、こんなちゃっこい子まで動員するのはどうかと思うべよ。いや、
この子はまだ見習いというか、私子守を押し付けられたんだよね。詰所に置いていこうと思ったんだけど、ついてきちゃった。自分だけ仲間外れは嫌っす、うん、ヒーローの心得その名だ。全員で力を合わせて巨悪に立ち向かうっす。うん、ナイトメアってビーストとは仲が悪いって聞いてたけど、この子ってもしかしてビーストじゃ。言っちゃダメっす。正義の味方には秘密がいっぱいっす。そういうことっす。まあともあれ、こういう人はいるかな。陛下直々にお呼びがかかってるから、できれば今すぐにでも王宮に出頭してほしいんだけど。あの子ならペコリーヌとかいう子が戻ってこないから心配して山ん中に向かったよ。危ないからオラたちと一緒に行動しようって言ったんだけど、ペコリーヌって子が見つかっても見つからなくても後で合流するってことだから、待ってりゃそのうち姿を見せるべさ。しかし陛下ってのはランドソルの王様のことだべか。そんなお偉いさんがあの子に一体何の用だべ。さあ、私は単なる使い走りだから、個人的に彼には聞きたいこともあるし、できれば面通しをしておきたかったのだけどね。まつりちゃんが眠気に負けて寝ちゃってる。私この子をお家まで送ってくるよ。その人が戻ってきたら引き止めておいてほしい。了解だ。あんたも夜道には気をつけなよ。一見落着としたいとこだけど、なんだかまだまだ気な臭いべや。嫌な感じがする。どんな時でも平和が一番なのに。血に染め踊り明かそう。傷つけ合って火花を散らし、噛みつけ合って愛し合おう。民の願いを聞き届けるのが貴様らの天命だろうが。もう疲れたなどと言わないでくれよ。私はまだまだ満足していないぞ。十二時の鐘が鳴り響いても舞踏会は終わらない。さあお手をどうぞ、麗しの姫君。死ぬ気で剣を振るえ。私の退屈を殺してくれ。はい、しつっこいですね、あの人。何かずっと追いかけてくるんですけど、もうすっかり夜になっちゃいましたよ。みんな私がなかなか戻ってこないから心配してるでしょうね。申し訳ないです。何か連絡手段でも用意しとけばよかったんですけど、こんな展開予想できなかったんだから仕方ないですよね。まさかおかしな人に延々と追いかけ回されることになるとは思いませんもん。どうしたどうした、考え事か、疲れたのか、休憩にしようか。頑張ってくれ、お願いだから。我が運命の恋人よ、ようやく巡り会えたのだから、さあ踊ろう。かわいいかわいいプリンセスティアナ。何なんでしょうあの人。私の本名を知ってるみたいですけど、それ自体は喜ばしいんですけどね。みんな私のことを忘れちゃってるみたいですし、父上も母上もみんなみんな
詳しく話を聞きたいところですけど、あの人を会話する気がありませんよね。どうしましょう。なぜかこっちの攻撃はあの人に当たらないみたいですし、何かずるい超自然的な方法で回避されてるっぽいです。だから相手するだけトローですし、どうにか大暴れしてた魔物たちはチリジリに逃げちゃったみたいですから、エリザベスパークも多分もう安全です。私は役目を果たせました。魔物を操ってる何者かを仕留めて牧場を救うっていう目的は。だからもうぶっちゃけ帰りたいんですけどね。タイミング的に考えて魔物を操ってたのは今私を追いかけてきてるあの人なんでしょうか。あんまりそういう魔法っぽいことが得意そうには見えませんけど、身体能力はなかなか優れてるっぽいですし、不自然に攻撃を避けたり当てたりするので何かしら特別な存在なんでしょうけどね。私から全てを奪ったあの男のように、そういう意味でも私を追いかけてきてる人とは腰を据えて語り合いたい感じなんですけど、多分人間ですしね。殺して食べるのもかわいそうですし、どうしましょう。逃げるために王家の装備を低出力とはいえ常時稼働させ続けてるし、お腹ペコペコになってきちゃいました。このままじゃチリ貧ですね。うん、ティアナ、今何か物音がしなかったか。地響きもするような。はい、そうですね、何かが爆発したみたいな感じです。っていうか普通に話しかけてくるからびっくりしましたよ。私たち戦闘中でしょ。よかったよかった、戦闘中だという自覚はあったんだな。そうして逃げているのも何かの作戦なんだな。素晴らしい、もっと楽しませてくれ。こんな山の中で爆発なんて不自然ですし、何かの人為的な災害あるいは事故かもしれません。私様子を見に行ってもいいですか。怪我人とかがいたら救助したいですから。お優しいことで、構わんぞ。一時的に休戦にしてやってもいい。爆音が響いた方向は本来の私の目的地ラビリンスとやらの秘密基地のある方向だし、気になるな。一応様子を見に行った方がいいだろう。所在がバレたことに気づいて証拠隠滅のためにアジトを爆破して撤収でもしたのかもしれん。だとしたら面倒だな。ラビリンスの人間を誰か生け捕りにしろとも命じられてるのに、ラビリンスは秘密結社ということだし逃げ隠れするのが得意なようで、せっかく所在を突き止めたアジトを放棄されたらまた雲隠れされてしまう。ではそうと決まれば急ごう。ティアナ、手をつないで行こうか。小鳥のように歌をさえずりながら、用事が片付いたらまた殺し合いだぞ。誰か助けてください。私変な女の人に粘着されちゃってますよ。もう勘弁してくださいよ。この場所に閉じ込められてからどのくらい時間が経ったんだ。せいぜい一週間ってところか。はぁ、一生の不覚。今のところ危害は加えられてないし、あったかい食事や寝床も与えられてる。交代偶だけど
私を捕らえた連中の意図が分かんないから不安だな。どうもあのラビリンスとかいう連中は私に何か聞きたいことがあるみたいだけど、ペラペラ喋るのもちょっとうかつすぎる気がする。連中が知りたいことを私から全部聞き出すまでは私の安全は保証されるはず。かといって全く何も喋らないと拷問とかされかねないし、今は連中お優しい素振りを見せてるけど、私を殴って気絶させて誘拐したんだ。危険な奴らだ。用済みになったら始末されちゃうかも。まだ私が連中にとって価値のある情報を隠しているというふうに装いつつ、ご機嫌をとって時間稼ぎをしているうちに脱出方法を探らないと。こういう駆け引き私は苦手なんだけど、ずっとそっち方面の七面倒くさいことは北斗に任せてたしな。北斗、会いたいな。あいつがいると安心するし、ま、今のあいつは私のことを忘れちゃってるんだけど、それでもあいつに会いたい。一人ぼっちはもう嫌だ。なんだ爆発音。何かの事故か、それとも誰かが襲撃してきたのか。まさか北斗が私を助けに来てくれたとか。いや、そんなわけがないか。あいつむしろ私を捕まえようとしてたし。覚えてろよ、あいつが全部思い出したら仕返ししてやる。とにかく一体何が。おーい、何があったんだ。誰かいないのか。ここって洞窟かなんかだろ。こんなところで爆発とかシャレになんない。崩落して生き埋めになっちゃうぞ。あれ、返事がない。誰もいないのか。しずるとリノだっけ。ラビリンスのやつらいないのか。おーい。妙だな、私が逃げ出さないように見張りぐらいつけてるもんだと思ってたけど、誰もいないのか。あるいは襲撃者にやられちゃった。チャンス、逃げ出すなら今しかない。見張りがいないならこの鉄格子をどうにかすれば脱出できる。私の腕力じゃどうにもならないか。くそ、天狼破断剣さえ使えれば。誰だ、怖くないぞ。顔を見せろ、ラビリンスの連中か。お前は教授？あれ、反応が鈍い。ああ、こっちじゃ教授じゃないのかも。あっちの肩書きで呼んでも意味ないか。本名はなんだっけ。確かラジ？ラジラジ、それが私の名前ですか。ああ、お前もその様子だと全部忘れちゃってるのか。いや、お前って確かミネルヴァに操られて。うわ、よくわからん。まあいいや、難しいことは後で考える。とりあえず助けて。ほら、この鉄格子を引っこ抜いて。私、悪い奴らに捕まってるんだ。頼むよ、お前はどうせ覚えてないだろうけど、エターナルソサイティではお前に協力していろいろ働いてやっただろ。エターナルソサイティ、すみません、よくわかりません。私どうも記憶が混乱しているようなのです。自分が何者なのかよく覚えていなくて、あなたのことはなんとなく覚えているんですけどね。確かノエムでしたか。
ですよね。あ、お前、私のことをノエムって呼んだな。その名前を今じゃ誰も覚えてないのに。よかった。私怖かったんだ。本当に全部私の妄想なんじゃないかって。私おかしくなっちゃったんじゃないかって。でもお前は覚えてるんだな、ラジラジ。全部夢や妄想じゃなかったんだな。そうだろ。私ずっと不安だったんだ。よくわかりません。すみません。あなたはノエムですよね。少し髪が伸びましたか？記憶と一致しません。それに奥とは一緒じゃないのですか？いつも二人で行動していたのに、なんだかそんな気がします。やはり記憶が混乱していて曖昧なのですけど。私たちずっと一緒だったよ。お前とはほんの短い間しか関わってなかったけど仲間だった。みんなそれを忘れちゃってるけど。仲間、それならその頼みは聞いてあげるべきですね。私の中に他者の願いを叶えたいという衝動もありますし。これは一体何なのでしょう。願いを？お前の中にミネルヴァの残滓があるのかな。あいつは願いを叶えるシステムそのものだったし、難しいことは分かんないけど。あなたとはもっといろいろと話し合っておくべきだと判断します。私の自意識の補完と衝動のために鉄格子引っこ抜けばいいんですね。はい、頼む。なんだか変な感じだ。まさかお前に助けられるなんてな。でも嬉しい、すっごく。ありがとう、ラジラジ。オクトは全部忘れちゃってる。他の連中、ダイゴとかも所在が分かんない。私ずっと一人ぼっちで不安だったんだ。だからお前と再会できて本当に嬉しい。そうですか。よくわかりませんけど、あなたは笑顔の方が素敵ですよ、ノエム。ちょっと下がってください。肉体がギクシャクしていて加減が難しいのです。たった二人っきりだけど、エターナルソサエティの復活だな。さあ反撃開始だ、嘘っぱちだらけのこの世界に。私は牧場のある山の中にいたのに。ティアナへの対処はクリスティーナに任せて、暴れ続けてた魔物たちを全力で制御して沈静化させて、ほっと一安心してたらあいつを見つけたのよね。どうもティアナ、ベコリーナを心配して探しに来たっぽいけど、あいつったら弱っちいんだから一人で山の中に入るなんて自殺行為よ。魔物は私がなんとか抑えられたけど、あいつ崖から落ちそうになってさ、慌てて助けてやったのよね。あいつは死なせちゃダメって陛下から言われてるし。別にあいつが大事だからじゃないのよ、勘違いしないでよね。誰に対して言い訳してるの私。
今日はなんだか全然ダメな日だわ。私ってやっぱり陛下の言う通りで、出来損ないの欠陥品なのかしら。ん？あれ？あんた！なんで私に抱きついてるの？私のことが好きなの？ちょ、離れてよ、殺すわよ！あんた、気絶してる？寝ぼけて私に抱きついてるだけ？あまり動かさない方がいいわよ。その子のことが大事ならね。ちょっとしたショック状態ってところかしら。命に別状はないはずだから安心して。空間転移に耐えられずに失神しちゃっただけよ。陛下。やめ、この子ったら。へっとか言っちゃって。まるで化け物にでも遭遇したみたいなリアクションじゃない？傷ついちゃうわ。あなたには結構よくしてあげたつもりなんだけどね。陛下なんて他人行儀な呼び方もやめてよ。家族でしょ。申し訳ありません。ユスティアナ様。様も余計だけどね。まあいいわ、今日の私はご機嫌だから。なんせまとめて目障りな連中を始末できそうなんだもの。お掃除すると気分がすっきりするわよね。ともあれ、あなたたち山の中で無邪気に遭難してるんだもの。私待ちくたびれちゃってね。もう夜も遅いし、さっさと寝たいから直接呼び出しちゃって。あなたを目印にしてその子と一緒にこの場に呼び寄せられたのよ。空間転移って、私とこいつは山の中からこの王宮内まで瞬間移動させたんですか？そんなの魔法でもありえない。ありえなくないわよ、ギャルったら。私を誰だと思ってるの？転送ゲートってものがあってね、訳あって封印して一般人にはめったに利用させてないけど、昔はごくありふれた移動手段だったのよ。その転送ゲートの魔術回路に介入しつつ、ちょちょいのちょいって活用したわけ。無駄に魔力を使っちゃったわよ。今は少しでも節約したいのに。感謝してよ、可愛いキャル。あのまま山の中にいたら巻き添えでおだぶつになってたかもしれないんだから。よくわかりませんけど、あのこいつに何か用事だったんですか？陛下に命じられてずっと観察してましたけど、こいつは取り立てて特徴のない普通の男の子ですよ。陛下がそんなに注目する理由がわかりません。だから見逃してあげてとでも言いたいの？ずいぶん仲良くなったみたいだしね、あなた。美食店だっけ？妙なギルドにまで入っちゃってさ。あの、潜入工作です。仲間になれば油断させられるかなって。うん、分かってるわよ、可愛いキャル。私のキャル言ったでしょ。あなたは私の一部みたいなもの。あなたの気持ちなんか手に取るように分かっちゃうのよ。ねえ、お友達が欲しかったの？うん、愛されたかったのかしら。分かるわ、一人ぼっちは寂しいもんね。でもね、キャル、神様に友達はいらないの。たった一人で完結し万物を支配する、それが私たちのあり方よ。あなたは私の一部のはずなのに、なんでそんな簡単なこともわきまえてないのかしらね。ああ、失敗だったわ。やっぱりこの世界だと未来予知も全然信用ならない感じ。はあ、こんな事態想定してなかったわよ。
そうよね、この世界ゲームじゃなくて現実だもんね。陛下、あの、何をおっしゃっているのですか。だから陛下って呼ぶんじゃないわよ、グッズ。うるさいわね。ピーチクパーチクわめかないでよ、イライラするわ。舌を噛まないように気をつけなさい。あなたに死なれると今はまだちょっと困るんだから。え、やめて。なんで、私陛下の言うこと聞いたのに、ちゃんと頑張ったのに。勘違いしないでね、これはお仕置きですらないわ。あなたは何も悪くないの。私の命じたことを一つも達成できず、醜態を晒し続けていたけれど、それはあなたの責任じゃないわ。可愛いキャル、いい子のキャル、私が甘かったのよね。あなたのことを人間扱いしすぎていたわ。単なる道具なのに。プリンセスナイトの力は強大すぎるし、あなたの肉体が耐えられないかと思った。ゆっくりちょっとずつ慣らしながら与えていたけれど、結果としてあなたは魔物を制御できずに役目を果たせなかったわ。それでも経験を積めば成長して成果を上げてくれるかもって期待してたけど、そんな時間もないし、なんだか面倒くさくなってきちゃったから、あなたの肉体を気遣わずにプリンセスナイトの力を全て与えるわ。それであなたが壊れちゃってもまた作ればいいんだもんね。トライアンドエラーを繰り返すのが成功の秘訣よ。次のキャルはもっと使えるいい子かもしれないし。あら、彼が起きちゃったわ。あなたがやたら下品な大声を出すからよ、キャル。ごめんなさいね、うるさかったでしょ。ん？どうしたの？両手を広げてるけど、もしかしてキャルをかばうつもり？状況もよくわかってないだろうに。いい子ね、優しいのね。そういうところは変わらないのね。でも残念、これはゲームじゃなくて現実だから、お人よしの偽善者は早死にするだけよ。ねえキャル、私はこれから彼とちょっとおしゃべりをするから、寝転がってないでお茶でも用意してくれる？はい、言うこと聞きます。だからもうひどいことしないで。うん、いい子ね。あら、どうしたの？何か文句でもあるの？ペットをしつけていただけよ。
非難されるいわれはないけど。ちょっとあんた触らないでよ。あら、手当てをしてあげるのね。優しいわね、本当に。吐き気がするぐらい。まあそのままでいいから聞きなさい。あなたにはいくつか質問したいことがあるのよ。私がおしゃべりしてる間はキャルに意地悪するのをやめてあげる。その子が大事なら私を退屈させないことね。キャルは悲鳴を我慢しなさい。うるさいから。ねえ、この世界が作り物のようだと感じたことはない？平和な時代には不要なはずの武具の店が豊富にあるのに、生活用品を売っているような店がほとんどない。食料を生産するための畑や上下水道もない。まあその辺は私が頑張って保管してあげたんだけど、歴史や地理、政治システム、その他もろもろに不自然な空白があるわよね。どうしてだと思う？先人たちが愚かだった？こんな子供が考えたような社会で、世界観でどうして滅ばずに今日までこの世界は存続したのかしら。ねえ、変だと思ったことはない？ただ生活していくだけで不便なのよ。あらゆるものが足りていないわ。魔物についてはやけに詳細なデータが存在するのに、動植物についてはなんとなくしかわからなかったりね。不自然な点は枚挙にいとまがないわ。治安や経済が悪化してるのも全部政治家が無能だからだみたいに言われてさ、私もちょっと困ってるんだけど。責められるべきは王族ではなく神様でしょ。こんな出来損ないの世界を作った何者かよ。ねえ、そうは思わない？バカな妄想、意味不明なざれ事だって思う？あなたは記憶を失ってるんだっけ？それならこういうものなのかなって受け入れちゃうかもね。世界中の大半の人間も疑いを抱いてすらいないの。そういう風に調整されて再構築されているのよ。この不自然な世界に違和感を抱いている人間は私を含めたほんの少数だけでしょうね。だからこっちが妄言を吐いてばかりの変人扱いよ。嫌になっちゃうわ。ああもうイライラする。あなたは記憶喪失で幸いね。羨ましいぐらいだわ。ところであなたはどこまで覚えてるのかしらね。記憶はどの程度どんな理屈で失われて、あなたは今この世界においてどんな位置づけなのかしら。それを確かめようと思ったんだけどね。だからキャルに命じてあなたを調べさせたりもしたわ。ま、全然成果はなかったけど、余計な刺激を与えてあなたに全部思い出されちゃっても困るし、また邪魔されたら面倒だしね。こうして直接対話していろいろ確かめることにしたの。演技で言ってるとしたら大したものだし、冗談だとしたら面白すぎるけど、覚えてないならいいわ。私としても不愉快な、口に出すのも忌々しい思い出だしね。あなたが何もかも忘れてくれているなら、こちらとしても願ったり叶ったりよ。ねえ、レジェンド・オブ・アストルムって知ってる？ミネルヴァってなんだかわかる？プリンセス・ナイトって単なるギルド名だと思ってる？セブンクラウンズの名前全部言える？むしろセブンクラウンズを名乗る人間と会ったことがある？あの憎らしい妖精、フィオだったかしら。彼女のことは覚えてる？ふむふむ、なるほど。なんとなく聞き覚えがある程度の認識？
そう、本当に全部忘れちゃったのね。言うのを忘れてたけど、この越権の間には嘘発見器みたいな魔法を仕込んでるの。あなたが本音で喋ってるかどうか判別できるってことよ。だからあなたが本当に何もわからない、赤ちゃんみたいになってるってことが確かめられたわ。ああ安心した。今回はあなたは私の脅威になり得ないわね。もちろん何もかも忘れてもあなたはあなたよ。何者でもない、どこにでもいる平凡な男の子のくせに世界の命運すら左右した主人公みたいな存在。あなたを取るに足らない存在として見過ごしたことで、いくつもの世界線で私は不覚を取ったわ。反省してるの。余裕ぶっていた私が愚かだったのよ。アキラやミネルヴァの助力があったとはいえ、あなたごときにつまらなくて無価値な男の子に邪魔されて、何もかもこの手にはつかめなかったわ。だから今回は不完全ながら私にとって都合のいい前提が構築された。この世界線では手を抜かない、万難を排して私の夢を完璧に叶えてみせるわ。ミネルヴァは生意気なことに私の夢が気に食わないみたいで、恋だの友情だの何だのにうつつを抜かすバカな小娘どもの願いを叶えようとしたわ。そんな線路で無能な神様なんか私には必要ない。私自身が神となり、この世界の太陽として君臨するわ。あと一歩、あと一手で私の夢は叶うのよ。素晴らしいでしょ。うん、よくわからないって顔してるわね。私のことを意味不明なことを口走っているおかしなやつだって思うかしら。その程度の認識ならばご愁傷様と言うしかないわね。バイバイ。あなたはどうやらここでゲームオーバーみたい。おーい、どうして空から落ちてくるんですか。あなたはいつでも予想外なことをしますね。はて、のんきに呼びかけてる場合じゃないですね。あんな高さから落ちて地面に叩きつけられたらぺちゃんこになっちゃいます。あなたはひ弱ですから。
大丈夫ですか？怪我はありませんか？ごめんなさいね、お姫様抱っこをしちゃって。これじゃあ立場が逆ですよね。もうあなたは放っておけない子ですね。よしよし、無事で何よりです。どうしたんですか？震えちゃって怖かったんですか？ですよね、あんなに高いところから落ちてきたんですから。いいんですよ、私に甘えてくださいね。男の子だっていつもカッコつけてたら疲れちゃいます。たまには気を抜いて怖がったり泣いたりしてください。私が慰めて励ましてあげますからね。いい子いい子、安心したら元気を出して、いつかあなたが私を助けてくださいね。お姫様に守られてばっかりの王子様なんてやっぱりちょっぴりカッコ悪いですからね。仲良しで何よりだけどね、油断するな、誰かがこっちに近づいてくるぞ。油断はしてませんよ、あなたみたいな危険人物がそばにいるんですから。それは頂上、あれは誰だ？ラビリンスの秘密基地から出てきたようだが、どこかで会ったことがあるような。止まれラジラジ、そこに誰かいるぞ、警戒しろ。はい、止まれと言うなら止まりましょう。今はあなたの指示に従うつもりです。気をつけてください、ノエム。異様な気配がします、野の獣のような。獣とは随分な言い草だな、こんな美人を捕まえて。貴様は誰だったか？ど忘れしたな、記憶力には自信があるつもりだったが。あなた私をご存知なのですか？すみません、私は記憶が混乱しているので。ノエム、あなたは彼女らと顔見知りですか？え？うわ、クリスティーナ、お前なんでここに？ん？貴様、私のことを知っているのか？私も有名になったものだな。あ、その様子だとお前も私のことは覚えてないのか。申し訳ないが、ちょっと記憶にないな。どこかで会ったかな、お嬢ちゃん。そっか、いや、覚えてないならいい、よくはないけど、今はいろいろ説明してる余裕がないな。お前どういうメンツだこれは。無意味呼ばわりには慣れたけど、ちゃんづけには馴染まないな、ムズムズする。お前そんなキャラだったか？なんか幼児っぽくなった気がする、記憶喪失なせいか。まあいいけど、お前無事だったんだな。最後に見た時めちゃくちゃな状況だったからちょっと心配してたんだぞ。そっか、そうだろうな、お前は優しいやつだから。でも心配無用だぞ、私ラビリンスとかいう連中の隠れ家に囚われてたんだけど、今このラジラジに助けてもらったところだから。ノエム、少し静かに。真上をご覧ください、何か危険なものがいます。あれは陛下か？なぜ王宮の外に？あのまがまがしい格好は何だ？あの人は。
レジーナ・ギャッシュ、クリスティーヌだけでなくキング・リープ、ラジニカーントまでいるのね。アキラも近場にいるはずだから、私も含めてセブンクラウンズだらけね。それにノエムに、あなた、ああ同窓会でもしている気分よ。懐かしい顔ばかりね。自分で仕組んだことだけど、よくこれだけ集まったものだわ。ごきげんよう皆さん。私はユースティアナ、この世界の王者よ。ユースティアナ、抜け抜けと。ここで会ったが100年目です。返してください、私の全部を。あら、あなた、なんでここにいるの？あなたの優先度は低いのよ、お姫様。まあ、目障りではあるし、ついでに始末しちゃおうかしら。余計な抵抗されたら面倒だし、先に伝えておくけど、この周辺の山々には王国中からかき集めた魔法使いたちが待機してるわ。彼らに結界を敷かせたら、もう誰にも逃げられない。キングリープも万全じゃないみたいだしね。私も妨害するから結界を突破できないはずよ。ここは蜘蛛の巣、いいえ、アリ地獄。墓場だわ。あなたたちはここで仲良く死ぬのよ。私が蓄えた膨大な魔力を消費して、戦力級の攻撃魔法を解き放つわ。この表現じゃあなたたちには伝わらないだろうけど、まあ核兵器ぐらいの威力はあるのよ。あなたたちは肉片も残さず消滅して死ぬことになるわね。私の波動を邪魔しかねない目障りな連中をまとめてお掃除するの。ああ、予定通りに物事が進むと気分がいいわね。念仏ぐらい唱えてあげたいけど、私、神道が専門だから。この世界の宗教については全然知らないし。何の話だ？どうやら私も含めたこの場の全員を皆殺しにするつもりのようだが、そのために私をこの地に派遣したのか？この七に誘い込み、ついでに始末するために。陛下、いや、ユースティアナよ、事情を説明してもらおうか。愉快だったら拍手しよう、つまらなかったら殺してやる。殺す？無理よ。ただの人間でしかないあなたたちには神は殺せないわ。私はこの素晴らしい新世界の神として君臨する。そのためにはあなたたちが目障りなのよ。一網打尽にしてあげる。セブンクラウンズを半数ほど、ついでに世界の謎に迫るラビリンスと、おまけにお姫様も消せる。あなたにも聞くべきことは聞いたし、もう用済み。どうせ魔法を放つためにこの場に瞬間移動する必要があったしね。一緒に運んであげたわ。ああ、せいせいするわね。これで私の計画も次の段階に移行させられる。その計画って何なわけ？私にも教えてよ。気になるね。あら、ようやくのお出ましね、アキダ。今はラビリンスの司会、ラビレスタって名乗ってるんだっけ？ああ、頑張って作った秘密基地をぐちゃぐちゃにしてくれたね。軍隊を送り込んでくるんだもん、びっくりしちゃったよ。死ぬかと思った。でもまあ、オブジェクトの変更は私のお家芸だし、抜け穴ぐらいは用意してたからね。しずるちゃんたちもまあ運が良ければ逃げ切れるでしょ。あなたも一緒に逃げるべきだったわ。でも状況が気になって見に来ちゃったのね。
相変わらず知的好奇心には勝てないのね。それがあなたの最大の欠点よ。お友達みたいに話しかけられてるけど、あんた誰だっけ？ごめんね、忘れちゃった。私顔とか覚えるのは得意なはずなんだけどな。私人間が大好きだからね。その点だけは。何もかもあなたとは意見が一致した試しがないわね。まあいいわ、おしゃべりはここまでよ。みんなまとめて消滅しなさい。私の素晴らしき新世界における登場人物は私だけでいいのよ。全員ここでゲームオーバーにしてあげる。人生をいつ終わりにするかは他人に決められるべきじゃないよ。さあどうしよっか。このままアホみたいに口を開けて待ってたら皆殺しにされるよ。急に出てきてお前誰だよって感じだろうけど、ここは協力しない。全員が力を合わせれば生き残ることぐらいはできそうだし。ちなみに私はまだ死にたくない。大事な預かり物をしてる。そこの少年に渡したいものがあるんだよね。まあそれはこの場を切り抜けてから。自己紹介も何もかも後回しにして、まずはこの場を生き延びないとね。はあ、もういつだって人生は大変。私の全てを奪った。正体も目的もわからない謎の存在。誰一人信じてくれなくてどうにかなっちゃいそうでした。でもあなたたちと出会って救われたんです。次回プリンセスコネクトリダイブ第6章忘れられた王女、もう一度君とつながる物語。この幸せな毎日を守りたいんです。
かった、無事で。覚えてる？あんたは大量破壊魔法を放たれて、その衝撃で失神したの。それでこうして私と夢の中で対話してるってわけ。対話ができるってことは生きてるってことよね。大量破壊魔法に消し飛ばされたりしてないのよね。ごめんなさい、状況は見てたけど、私はこの世界に関われない。あんたが大ピンチでも何の手出しもできないの。悔しいわ。邪悪な存在からあんたを守る最後の防壁になるのが私の使命なのに。うん、泣き言は後にするわね。私は今の私の役目を果たす。この夢の中であんたに助言を与える。それだけのか細い支援を途切れさせずに続けるわ。ともあれ、今回ようやくあんたの最大の敵がお出ましになったわね。ええ、これまで何度も陛下なんて呼ばれて物語の裏に見え隠れしてた黒幕が姿を見せたのよ。この世界線ではユースティアナって名乗ってるんだっけ。ユースティアナか。なるほど、そういう立ち位置なのね。今のあんたに説明しても混乱させるだけだから、あいつの正体についてはあまり深く掘り下げないけど、あいつは性別や年齢、国籍、さまざまなものを超越した化け物よ。この世界において神様に等しい権能を持ってるわ。世間的にも堂々と王宮の玉座に腰掛けて人々を支配する統治者として振る舞ってる。魔力、戦闘力、権力、財力、全てにおいて桁外れよ。かつてこの世界はあいつによって滅ぼされかけたの。あんたはそんなあいつの野望を阻むために戦った英雄よ。あんたは記憶喪失だから何も覚えてないんだろうけど、何度もあんたをこう呼んだでしょ、主人公って。それはそのまんまの意味よ。あんたは物語の主人公みたいに、ラスボス、最大の敵であるあいつと戦ったの。たくさんの仲間たちと協力し合い支え合ってね。そんな仲間の中でも最大の功労者といえるあんたをこの世界に招いた人物が、今回あんたの前に姿を見せたラビリスタよ。本名は別にあるみたいだけど、偽名で通してるみたいね。彼女の真意はわからないものの、秘密結社ラビリンスを率いて世界の謎を解こうとしてるみたい。私たちと同じようにね。完全に味方だとは断定できないけど、今のところ利害は一致してるってこと。今後その機会があったらラビリンスと接触し情報交換なんかをするのもいいと思うわ。かなり世界の謎の真相に肉薄できるはずよ。私が教えてもいいんだけど、夢でしか対話できないしね。あんたはここで得た知識をあまり現実に持ち込めないから、できれば現実でちゃんと真相に到達してほしい。そうでなきゃ夢でこんな話を聞いたって繰り返すだけの変なやつだと思われちゃうわ。周りの人の協力も得られないかもね。だからあんたは現実で真相に到達するのよ。そして今度こそ邪悪な敵の野望を完全にくじき、仲間たちと共にこの世界を救うのよ。ただしできるだけ急いで。思った以上に猶予がないわ。のんきにしてたらすぐに時間切れよ。敵は一度己の野望を阻もうとしたあんたを割と危険視してるみたいだし、警戒しその力の全てを振り絞ってあんたを殺しに来るわ。実際今回はかなりヤバかったのよ。まだ何の心構えもできてないあんたと、この世界における重要人物たちを皆殺しにしようとしてきたんだから。
どうもラビリスタが何かしたおかげでギリギリ首の皮一枚残して助かったみたいだけど、普通にこれで全部おしまいだった可能性だってあるわ。運が良かったのよ。でもそんな幸運は何度も続かないわ。今後はこれまで以上に気をつけて覚悟して生きていきなさい。悲しいこと、辛いこと、苦しいこともいっぱいあるだろうけど、私は悲劇の渦に飲まれるあんたを見てることしかできないけど、せめて祈ってる。あんたが悪意に負けずに奇跡を起こして世界を救ってくれることをあんたにならできるわ。なんたってあんたはみんなに愛されるこの世界の主人公なんだから、頑張ってね。大丈夫、生きてりゃきっとなんとかなるわよ。